こんにちは、時田です。2020年始まりましたね。とは言ってももう1月も終わりじゃねえかって感じですけど、今日はですね、2020年始まったということで、新年恒例のね、ブックオフのセールに、行ってきたので、そちらでね、購入した本をお見せしたいなと思います。どうぞ。はい、こちらがですね、今回ブックオフのセールで購入した本たちになります。はい、ちょっと1冊ずつ見ていきましょう。はい、まずこちら、はい、日英語表現辞典ということで、こちら最初文書ですね。こちら辞典なんですけども、ただの英語の辞書とかとは違って、かなりユニークなものになっていて、例えばここにこういう感じであるわけですけど、50歩100歩ってありますよね。はい、Not a great deal of difference とかね、まあ大差がないよという感じで、英語の訳が当てられてますけども、こういうふうに普通辞書には載っていないような、慣用句だったりとかイディオムみたいなものを英語に綺麗に置き換えてあげているっていうのは、かなりユニークな辞典なんですけど、だから結構こういうふうに訳すんだみたいなね、発見がたくさんある本ですね。ちょっと復刻したのかな、なんか話題になっていて、ちょっと欲しいなと思っていて、ちょっとね、安く売っていたので買いました。言っても1000円くらいなんでね、比較的中古としては高い値段ではあります。はい、じゃあ次ですね。はい、こちらです。シモーヌ・ウェイユ著、重力と音調ですね。こちら思想とかね、哲学に興味のある人だったり、一度は聞いたことあると思うんですけど、思想家シモーヌ・ウェイユの主張なんでしょうかね。はい、パッとさらっとね、数ページぐらい読んでみて、結構難しそうだなと思いましたね。いきなり重力とは音調とはとか始まっていって、なかなかそれまでの哲学者の議論とか概念を使ってやるっていうよりは、バーンとこう概念を、新しい概念出していくみたいな感じなのかなと。まだ全然読んでないので細かくは分かんないんですが、そういう印象ですね。はい、じっくりね、読んでいきたいなと思います。はい、次ですね。マイケル・サンデル著、公共哲学ということで、言わずと知れたマイケル・サンデル、これからの正義の話をしようっていうね、本がベストセラーになりましたけども、その、マイケル・サンデルの別の本ですね。これからの正義の話をしようっていう本は読んだことはあるんですけども、もうちょっとなんかかっちりした本ないのかなと思って、これを買いました。ただこれもね、ちょっとどれほぐらいかっちりしてるのかわからないんですけど、筑波学級文庫から出てるっていうことは、それなりにしっかりした本だろうというね、何の根拠もない憶測によってこの本を買ったわけですが、ちょっとね、期待通りの本なのかどうか、ちょっとね、読んでみたいなと思います。はい、はい、次ですね。次はこちら、ルートヴィヒ・ビトゲンシュタイン著、青色本ですね。ザ・ブルーブックということで、はい、最も読みやすいビトゲンシュタインなんて書いてありますけど、ビトゲンシュタインといえばやっぱり論理哲学論考ですけど、やっぱりあれをね、なかなか読むっていうのは骨が折れることなので、これって講義録なんですよね。だから講義録って結構他の思想家でも読みやすいのが多いと思うんですけど、講義録から入るのがいいのかなと思ったので、ちょっとね、買ってみました。時期としてはビトゲンシュタインって論理哲学論考の前期と、あとは哲学探求っていう本の後期でね、分類されることがあるんですけど、この本はどちらかというと後期、ね、にこう足を踏み入れているという、位置づけらしいですね。ビトゲンシュタインはね、結構関心があって、論理哲学論考のね、解説本なんかもちょっと買って読んだりしてるんですが、こちらもね、合わせて読んでいきたいと思います。はい、次ですね。はい、デカルト著、哲学原理ということで、デカルトといえば方法序説が有名ですよね。方法序説はもう読んだことがあって、かなりあれ意外に軽い読み物というか、SF なので、もうちょっとなんて言うんでしょう、しっかりした哲学書っぽいのを読みたいなと思って、これがあったので、買いました。
まあ、どうなんでしょうね、まあ、デカルトで言えばね生殺が有名なんで、まあ、生殺もね興味はあるんですけど、まあこの哲学原理を見つけたので、はい、買いました。まあ内容はねちょっと読んでみないとわからないんですが、はい、まあ時間があるときにね読みたいなと思います。はい、次です。こちらですね、エルヴィン・パノフスキー著、イコノロジー研究ということで、まあ、イコノロジーって、まあ、あまり聞き慣れないかなと思うんですけど、まあ、図像学って言われる学問ですね。でイコノロジーのイコンってあのアイコンのことですね。いわゆるあの、まあ、スペルが、これスペルがねこちらに載ってて、アイコンの学問、つまり図像の学問っていうことですね。まあ、その絵画とかねあのがメインなんですけど、その図像画像っていうのがどういう意味を持っているのか、それがそこからまあその人間のなんていうか人間にとって普遍性のあることっていうのを読み解くっていうような学問っていう印象ですね。まああの僕がですねあの学部生の時にあのイコノロジーについてあの解説した授業があって、そちらでこの本は紹介されてたんですけども、まあ、何年か越しにねあの買ってみました。まあ、ちょっとね美術系なのかな、そういった印象なんですけども、まあ、美術とかもね美術とか芸術とかもちょっと関心があるので、まあねあの読んでいきたいなと思います。はい、次ですね。はい、こちら、ゲーテの色彩論です。まあ結構有名な本ですよね。若きウェルテルの悩みとかね、ファウストで有名なあのゲーテの、自然科学系の著作になります。ただどうなんでしょうね、これ読めるのかなちょっと自信ないですね。ちゃんと理解して読んで自分なりに読めるかどうかってあんま自信がないんですけど、まあ比較的綺麗な状態で売ってたのと、まあ有名な本だったので買いました。ちょっとねあのどうなるか、こいつ読んでみないと、開いてみないとわからないということで、はい、まあいつねなるかわかりませんけれども、まあ、読みたいなと思います。はい、次ですね、こちらです。はい、フロイト著、モーセと一神教ですね。こちらもまあ結構有名な本で、ただあの一部の学者、宗教学者からは何言ってんだっていう感じでソース感を食らったっていうふうに聞いたことがあります。まあ、モーセと一神教なのでね、まあ、当然宗教をテーマにしてるんですけども、まあ、フロイトの理論の魅力ってやっぱり、まあ、あの文学とかあとは宗教哲学みたいな方向にやっぱりあの応用できる理論だっていうことが一つあると思うんですよね。まあ、一方であの、まあ、心理学系の人とかは、まあ、フロイトなんてもう時代遅れの理論だからあの参照するのはおかしいとかっていう人もいるわけですけど、まあ、意外にあのただやっぱ思想系ではまだまだやっぱフロイトって学ぶことがすごくあって、それはやっぱり文学とかそういったものにあの幅広くこう手を伸ばして分析したフロイトの業績っていうのがあるからだなとやっぱいつも感じるわけですけど、まあこちらもね、まあ、結構有名な本なので、まあいずれねあの読んでみたいなと思います。はい、じゃあ次ですね、こちら、はい、藤沢清蔵の、短編集ですね、負の小説集って書いてあります。狼の吐息、愛蔵一年と、まあこの藤沢清蔵っていう人は僕は知らなかったんですけど、講談社文芸文庫からねあの出ていて、講談社文芸文庫ってあの結構いろんなね作家の復刻したりとかしてて、そこから発売されてるとあのついつい手に取ってしまうんですけど、まあ最初の作品とかパラパラめくった感じで結構面白そうだなと思ったので買いました。まあなんかあの解説とかもちょっと読んでみたんですけど、まあ、結構非業の死を遂げたというか、なんか途中から行方不明みたいな感じになってホームレスみたいになって、結局その冬の真冬のベンチでこう死んでたみたいなね話とエピソードとかが書いてあって、まあなんていうか作品もやっぱりこの暗いので、ある種作品をこう地でいくというかね、そういった生涯を送った作家だという解説もありましたけども、はい、まああのねじっくりと読んでいきたいなと思います。はい、はい、次ですね、次こちらの、
ダンテの新曲地獄編と、こちらも言わずと知れたあの古典文学ですけど、まあ、あのこちらのね川出文庫版っていうのはすでに持ってるんですけど、まあ、この講談社学術文庫版っていうのが結構訳中が細かくてですね、あのいいっていうのを聞いたので、まあ、欲しいなと思ってて、あのちょうどですねあの売っていたので買ってしまいました。ただこれちょっと挿絵がないんですよね。川出文庫の方は挿絵があったんですけど、こちらないので、まあ一長一短かなっていう感じですけど、まあ、結構訳中読んでみたら結構いろんな発見があったので、こちらもねあの読んでいきたいなと思います。はい、はい、次ですね、こちらなぜ世界は存在しないのかという本です。マルクス・ガブリエルの本ですね。これはねあの一昨年に発売された本なんですけど、結構話題になりましたよね。マルクス・ガブリエルちょっと軽いブームというかになっていて、まあ、ガブ様とかって、ね、あの呼ばれたりとかしてるみたいですけど、まああのそんなにね最近の哲学の最先端の傾向とかそんなにまあ興味があるってわけじゃないんですが、まあ、Twitter のねフォロワーさんの中にね俺について論じてる文章があって、あまあちょっと読んでみようかなっていう感じで買いました。次の本もねあのマルクス・ガブリエルの本なんですけど、こちらですね、はい、私は脳ではないと21世紀のための精神の哲学。こちらはあの去年ですね発売された本になるので、こちらもね結構話題になってますよね。はい、まあちょっとあのマルクス・ガブリエル読んでみようかなっていうので、この2冊がねセットで売ってたので、まあ、ちょっと買おうかなっていう感じで買いました。ただまあ最新のね哲学の動向とかわからないので、ちょっとどの程度ねあのものなのかっていうのを測りかねてるんですが、まあねちょっとねものを試しっていうことでね買ってみました。じゃあ次ですね、こちら、はい、廃墟で歌う天使ということで、こちらですね、今読む名著っていうこのシリーズがあるんですけど、それのあのベンヤミンの複製技術時代の芸術作品を読み直すというものですね。この今読む名著シリーズと結構個人的には良くて、あの、まあ、関東の永遠平和のためにっていうのはすでに持ってて、で個人的に気になっててほしいなと思っているのがあのジャンボ・オドリアールの、象徴交換のシーンですねを読み直すっていうバージョンもあって、それも気になってるんですけど、まあこちらがね、ブックオフで見つけたので買いました。まあベンヤミンは僕結構好きで、あの特にね複製技術時代の芸術作品でかなりそのテクノロジーとかメディアとかについてあの分析してる本なので、あのそれについてねこれをまあ読み直すというテーマであったので、まあちょっと買ってみたんですが、買った時は気づかなかったんですが、ここに初音ミクって書いてありますよね。初音ミクといえばあのまあ0年代後半から10年代前半まで結構ニコニコ動画っていう動画サイトでかなりブームになったボーカロイドのねうちの一つですけど、まあ、やっぱり初音ミク文化カルチャー自体はかなりその複製メディアとかね、そのメディアの論の観点からかなり面白いですよね。僕が学部生の時に、まあ、ちょうどこのブームの全盛期だったので、ちょっと初音ミクというか、まあ、ボーカロイドについてねゼミで発表したこともあるんですけど、結構教授にね気に入ってもらって、結構大学の先生って知識ものすごく持ってても最新のことって分からないじゃないですか。なのでまあこの初音ミクについてね報告したら結構面白がってくれて、これはですねベンヤミンの複製技術時代の芸術作品論としても読めますし、まあ、初音ミク論としても読めるような本みたいですね。はい、まあ、じっくりね読んでいけたらなと思います。はい、以上ですね今年の新年のブックオフのセールで購入した本たちになります。はい、ブックオフって結構掘り出し物あったりとかね、この本この値段じゃねえだろみたいなねあったりするんで、まあ、ついついねもともと買う予定なかった本とかもねたくさん買ってしまいがちなんですが、まあ、皆さんいかがですかね、発売ブックオフでのセール行かれましたかね。はい、まあ、もしねこんな本購入したよとかねあったらぜひ教えていただきたいなと思います。はい、今日はねこれで以上になります。まあ、この、動画がですねちょっとでもいいなと思ったら、グッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。